ガンモドキ。はい、どうもネビルです。今回は視聴者さんから DM で質問をいただきましたので、そちらについて解説をしていきます。大事な大事なクリティカルについてですね。はい、こちらですね、あのクリティカルがね、何パーセント増加みたいなのあると思うんですが、これ 100% を超えたら、まあ、絶対に当たるっていうことですかみたいな質問なんですが、まあこれね、確かに 100% 超えてるっていうことはもうこれ絶対じゃないのとね、はい、必ずクリティカルになりそうと思いますが、これめちゃくちゃ勘違いしやすいし、メダルの継承にも大きく関わる内容なので、しっかりと解説していきますね。はい、まあ結論から言うとですね、これ 100% 以上だからといって必ず当たるということではございません。クリティカル何パー増加って結構ありますよね。僕前使ってた、ドゾロかな？はい、ドゾロでね、結構あったんですけれども、ドゾロちゃんどこだ？ドゾロちゃんはですね、かなりクリティカルが発生しやすいキャラなんですが、まあその理由がですね、こちらですね、はい、クリティカルが発生した時に、クリティカルが 20% 増加するんですね。で、最大 300% まで増加して、KO されるとリセットするとあります。ってことはさ、もうこれ、5回発生したら 100% なるから、100% 絶対もうクリティカル発生するんじゃないのかと、はい、思いがちなんですが、これ違うんですね。例えばじゃあこれ 100% 増加するとしましょう。そうなるとですね、実はこれ、こちらの元々のあるクリティカルの 11%、こちらに対して 100% 増加するという意味なんですよ。 11% が 100% 増加するということ、わからない方のためにもう少しわかりやすく解説しますね。 11% の 100% はいくらですか？そう、 11% なんですね。そのまんまなんで、 11% に1倍をかけるだけです。 200% であれば2倍で、この場合、まあ例えば 100% とすれば、 11% の 100% なんで 11% がプラスで増加するっていうことなんですね。つまり最終的には 22% の発生確率となります。ゾロはこれが最大で 300% まで増加するとあるので、11%×300% の 33%、 つまり 11%+33% の 44% がゾロのこの 300% だった場合の最大値となるんですね。こういう仕組みなんですね。これを踏まえると分かることがあるんですけれども、メダルの継承で、クリティカルが何パーセント増加するよっていうのがありますね、よく。はい、ちょうどこちらでね、はい、ゾロの海賊狩りメダルでクリティカル 14% 増加、12% 増加とあります。例えばこれね、14% であれば、14% がそのままプラスアルファで追加されるわけではないんですね。つまりだから 11% プラス 14% で 25% になるよということではありません。これも先ほどと同様に 11% に 14% を掛け算した 1.54% が追加されるだけなんですよ。はい、なのでこれね、ドゾロ全部これメダル含めると、この 14% と 12% で26% 増加するようになってるんですね。ということは、もともとのこの 11% にかける 26% を掛け算した 2.86% が増加すると、はい、こちらにもちゃんと表示されております。はい、これ結構ね、メダルに関しても勘違いしてる方非常に多いですね。12% 増加だから、うわ、じゃあ、今のところ 11% にプラス 12% で 23% クリティカルが発生するんだな、みたいな感じで思ってる方非常に多いんですが、全然違いますからね、それね。まあ、つまり言うとですね、これ、星3の抽選での追加特性を2つ使っても、たった約 3% のクリティカルの発生確率増加にしか繋がらないんですよ。いや、めちゃくちゃ少ないでしょ。だからね、メダルの継承は、クリティカルとかよりも、攻撃とか体力とか防御、はい、こちらをね、キャラに合わせて、つけてあげる方がいいと言われております。まあでも正直、大体こう継承してたら、まあ星3でがね、クリティカルでも出たら、まあそこでいっかってなっちゃいますけどね。はい、なので、まあ、めちゃくちゃ、かなり、有益なメダルの場合はしっかりとクリティカル以外のものをね、最初に優先してあげる方がいいと思います。で、一つちょっとテクニックをお伝えするとですね、これメダルの継承にすごく関わってくるんですが、今ちょうど来てるイベントメダル、このウルティのメダルですね。これ僕、これから継承しようと思ってるんですけれども、はい、星3になってるものが結構あるんですよね。で、この中で、はい、こちら、クリティカルが 14% 増加するというものがあるんですが、
これをね、間違ってもこういう風にこれをメインで使うような真似はしないでください。まずはですね、一旦こういった、防御力とか攻撃力、こういったものをね、メインとしてこちらにバチコンとはめるようにしてください。ここからね、ちょっとこのクリティカル、まあ一旦ちょっと試してみるかってバチコンとやってみて、おお、いけたね。これはいけちゃったんで、まあちょっとこれはいいかって感じでまた続けるで、これやって、はい、じゃあ次こちらですね、クリティカル増加、ちょっとこれどうでしょうかとやってみて、まあこれいけなかったね、でもクリティカルだからこれいっかって感じで僕はこんな感じでやっておりますね。はい、お分かりになりましたかね。結構クリティカルのこの増加というかね、まあこれバウンティーだしね、なんかパーセントとか結構ややこしいんですよね、これね。しかも今ので言うと、一応ちゃんと上限もあって、クリティカルですと、最大 70% が上限となっているので、まあ言うても、かける 0.7 割、例えば 11% だったら 7.7% しか最大でも発生確率上がらないんですよね。なので微妙だよね、これやっぱり。逆に他の上限を見てみると、例えばなんですが、はい、体力最大 70% 増加とありますね。じゃあこれ体力見てみると、まあ9000の 70% なんで、だいたい6300。はい。6300がバチコンと体力に関しては乗っかってくるので、まあまあこれはね結構いいんじゃないですか。まあ通常攻撃3、4発は多分ね、防げるような体力はあると思いますから。はい。メダルつけるときはぜひこの上限も気にしてやってみてください。よろしくお願いします。はい。ということで、今回のリーグなんですけれども、この前のね、上位帯の人たちを参考にして、色を合わせずに、バチコーン！色を合わせずにね、ちょっと裏、キドロの裏にちょっとキングを仕込ませておりますので、それでちょっと一回潜っていきたいと思いますが、バチコーン！オッケー。あれ、初手でこう動く人にはね、初手でこうバチコンと合わせればいいっちゅうね、そういうやつですね。はい、ちょっと狙われてるのが、ゾロチーム、ゾロチームなら大丈夫でしょう。はい、ゾロチームやられた？大丈夫、大丈夫、大丈夫そうだね。一旦これバチコンやっといて、よいしょ！オッケーオッケーオッケー、まだこれ無敵スキルをやる、やる、やつもないわ。オッケー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 。オッケーですね。で、実はあそこ抜か、あれ、2回に抜かれたら、オッケーオッケー、大丈夫ですね。これ、はい、一旦こうバチコン、あれ届くんだ、あれ届くんですね、ごめんなさい。これは私、大丈夫、取り返します。はい、キングで、こういう時のキングですね。はい、ここで、まあ、ブースト前じゃなかったんでよかった、今のは。うん、さあ、ここで一回ここら辺スルーして、はい、ちょっと一旦こっち取り行こうか。一旦こっち取り行きの、バチコンバチコン攻めの、はい、で、キング来てる、キングがこれトリギアにやってくるでしょうから、バチコンやっといて、うん、これは一旦無理かな。うん、オッケー、ちょっとこれキングとね、やり合いたくないんですよね。だってこれ、旗の抜き合いになっちゃうんだもん、どうせ。どうせね。はい、ちょっと今ブーストなんで、ちょっとあんまり、ここへ本当にやりたくない。本当にやりたくない、キングちゃん。キングちゃん、オッケーオッケーオッケー、待ちオッケー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 、ここはこっちに行こう、こっち抜いて、ほんで、このスキル2をどこで使うかってことなんだけど、ここでいけ、ここワンチャンいけるね。はい、ここマムにこうバチコンやっといて、ここ抜くでしょ、ここ抜くでしょ、これ抜いた、これ抜いたはいいけど、美容けといて、で、あっち行くか、こっち行くんだね、キングちゃんね、キングちゃんこっち行くからバチコン打っといて、いやー、ちょっとあんま、キングちゃんとキングちゃんのやりたくないんですよ、僕。はい、よいしょ、これ、ね、あんま、しかも、自チームだったらね、ちょっとね、不利なんだよね、よろけ向こうつかないんで、うん、ちょっと一旦これ足止めしときましょう、これ。旗の抜き合いだね、本当に旗の抜き合い良くないですね。よいしょ、やっといて、これまた抜くでしょ、はい。この続きな、この永遠続くだけ、これが。はい、ちょっとやめといて。はい、じゃあこ、あ、またこれ、よいしょ。はい、オッケーです。で、バチ、バチ、コンで、これ誰かやって。このキングちゃん誰か変わって、やばい、ちょっと、まあ、ここはちょっと抜かれるね。ここ多分抜かれるんで、これはちょっと一旦鹿として次の旗行きましょう。これは僕は、ナイスゾロ。でもここ多分抜かれちゃうでしょ。で、そうしたらこっちに一回バチコン打っといて、これ抜けないかな、これ抜けないね。お、よいしょ。で、これ抜ける。オッケーオッケーオッケー。これ抜ける。オッケー。で、最後 C 旗取りに行こうか。C 旗取りに行こう。待って、こっち取り行って。待って。オッケー。あそこキング。あ、キング抜けない。あれ、キング抜けないから大丈夫。あー、よかった。大丈夫。オッケー。チャンネル登録をすると何かいいことが起きる。クリスマスに彼女ができる。